の？気に入らなかったか？なら帰ってもいいんだぞ。まさか。ねえジョエル、惑星の名前言える？水金地下木ドッテン解明。あのさ、突然どうしちゃったの？水は水星、金は金星、地は地球。ああ、そうか。なるほど。それいいね。人類は月に何回行った？ああ、2回か。6回。本当か？うん、絶対。7回目は私。ねえ、ジョエル。初めて宇宙に行った動物は？簡単だな。猿だろ？ブブー、ハエでした。1947年、高高度での放射線被爆を実験したんだけど、死ななかった。驚いた。物知りだな。どうも。ハエは巨大化したのか？は？まさか。うわ。うんちくはないのか？月は火薬の匂いがするんだって。さすが宇宙オタク。待った、でもそれはどうやって？ああ、ほら、宇宙飛行士が船内にサンプル持ち帰って、後で嗅いだんじゃない？それじゃあ次はどうしたい？クイズ出して。クイズね。宇宙に初めて行った人は？簡単。ユーリ・ガーガリン。ガーガリンだって？ガガーリン？本で見ただけだし、発音は知らないの。とにかく、初飛行は1961年4月12日。大したもんだな。宇宙関連の本はたくさん読んだのか？だってジョエル、ワクワクしない？どこがそんなに気に入ったんだ？どこだろう。昔の人は楽しても暮らせてた。まあどちらかといえばそうだな。でも行く必要もない宇宙にわざわざ行ったんだよ。すごく度胸ある。度胸か。なるほどな、そういうことか。最高。ハンドルはどこだ？ローバーはハンドルじゃなくて操縦桿なの。うん。待てよ、これ本物か？本物は月に置いてきちゃったから偽物。ねえ、こっちは？もう帰るつもりか？まだ見るものはたくさんあるぞ。ふん、そうなの？オッケー。（笑）かっこいい。何の匂いがする？宇宙と埃。うわ。
どうぞ。気をつけろ。すごい。おっと。よし。こりゃすごいな。ボタンだらけだぞ。超かっこいい。すっごい。だって想像してみてよ。誕生日おめでとう。何それ。これはな、かなり苦労して見つけたんだぞ。気に入ったか。気に入らないわけないでしょ。そらよかった。それじゃ他の場所も見に行っておくか。あっちにもなんかあるよ。あの建物には行ったことないが。じゃあ行こう。行くのはいいが、どうやって向こうに行くんだ。うわぁ！エリー、おい！そうやってみんなを困らせてるのか。早く来てよ。やだね。ちょっと誰の誕生日だっけ。
おい、それずるいぞ。でっかい水しぶき立ててよ。まだまだ探検したりないでしょ。あいいね。ねえ、持ち上げてよ。おい、本気か？ドア開けてくるから。今さらビビってんの？いいか。お前。残念なお知らせ。でっかい糞が入り口塞いでる。そうか。なら他の入り口がないか探してみろ。外から回ってそっちに行くよ。気をつけてね。お前もな。恐竜だらけだし。うわ、負けないで。相当溜まってるね。真っ暗だ。出てきな。ったく、脅かすなっての。ここ。おい、今のは。ただの動物。
もうそろそろ行くぞ。暗くなる前に火を起こさないと。